試合とこれより延長戦に入ります。第2試合と赤西郷選手の名が決まりました。第2試合と延長の末赤西郷赤鳥取県西郷選手対白埼玉県橋本選手の試合は赤西郷選手が勝ちました。第1試合と延長に入りました。
第1試合場、白岩城選手の面が決まりました。長野県森勝選手対大阪府岩城選手の試合は延長の末、岩城選手が勝ちました。続きまして第1試合場、赤広島県連勝。